ちはやることは童貞にとっての死刑、童貞終身刑絶賛執行中。ビッグゴー。はい、ということで今回は死刑囚や殺人鬼が残した常人では考えられない衝撃的な言葉の数々をご紹介していこうと思います。では行くわ。ジョージ・エミール・バンクス。1982年にアメリカペンシルバニア州でバンクスは同居人8人、愛人とその家族4人、無関係な通行人1人の計13人を射殺した殺人鬼です。この時バンクスが取った殺害方法は被害者の顔面を撃ち抜くという残酷なものでした。またバンクスはあの殺人ピエロジョン・ゲイシーに憧れを抱いていたとも言われています。約6時間に及ぶ牢状の末、逮捕されたバンクスは取り調べの際になぜ彼らを殺したのかと刑事に問われました。そこで彼は、私が愛しているから彼らは死んだのだと答えたそうです。なんと歪に歪んだ愛でしょうか。ちなみにある童貞が残した名言として、私がいる限りエロ本はなくならないというものもあります。では次、アルバート・フィッシュ。アメリカ犯罪史上最悪の殺人鬼との呼び声も高いアルバートは、1910年から1934年までの間に400人以上もの子供や成人を殺害したとされている異常殺人鬼です。シリアルキラー特有のマイルールに従い、殺人は満月の日にしか行わなかったため、満月の狂人という異名まで付けられています。また、被害者の中には人肉を食べる目的で殺された人もいました。アルバートは、その異常な動機について尋ねられた際、いつも他者を苦しめたい欲求があり、自分も苦しめられたいと思っていた。苦痛を与えられたいという願望は何より一番大事なことだったと語っています。ちなみに刑事らに死体のスープを食べた感想を聞かれた際に、アルバートはうまかったよという言葉を残しています。ちなみにある童貞がロイホで初めてオニオングラタンスープを口にした時には、オニオンの主張がすごかったという名言を残したそうです。アンドレー・チカチーロ。ロストフの殺し屋、赤い切り裂き魔とも呼ばれているロシアの連続殺人犯アンドレイは、1978年から1990年の間に52人もの人を殺害しています。彼が逮捕されるまでの捜査過程で、犯罪歴があるというだけで無関係な人間が次々と捕まり、長時間の尋問を受けたそうです。このため中にはやっていない犯罪を認め、独房に入れられた人もいます。捜査の末捕まったアンドレイは裁判にかけられるのですが、その時突然ソ連の国歌を歌い始めたり、私は女なのよといった支離滅裂な言動を行いました。また裁判を傍聴していた遺族らからの人殺しという罵声に対し、アンドレイは手を振って笑顔で返したそうです。当然アンドレイには死刑判決が下されたのですが、その際にイカ様だ、お前の嘘なんか聞かねえぞという罵倒を判事に浴びせています。パーカーを買いました、アマゾンで。ペドロ・ロペス。1948年にコロンビアで生まれたロペスは、8歳の時に親に捨てられて以降、生きるために犯罪を繰り返し、1969年に自動車窃盗で投獄されています。ですが、1971年に出所すると、復讐のため自分に暴力を振るってきた囚人4人のうち3人をナイフで殺害し、それ以降ペドロは、自分が耐えた苦痛を多くの人に共有させるという名目のもと、300人以上に及ぶ少女を殺害します。そのため、コロンビア国内ではアンデスの怪物として現在も恐れられています。1981年に裁判にかけられたロペスは、コロンビアに死刑制度がなかったため最高刑である禁錮16年を宣告されるのですが、1994年に釈放されています。その後ロペスは精神病院に収容されましたが、1998年にわずか50ドルという保釈金を払い釈放されています。現在彼の足取りは分かっていないそうですが、現地では被害者家族らによって殺されたと言われているそうです。また彼は夜に殺人を犯したことはないのですが、そのことを尋ねられた際に、死んでいくところをはっきり見たいからと答えています。ちなみにある童貞は、彼女に電気消してと言われた際、はっきり見たいからという名言を残したという妄想をしたことがある。チャールズ・マンソン。マンソンファミリーという名で疑似的な集団生活を送っていたカルト集団のリーダー、チャールズは薬物で洗脳した信者を使い、1960年代末から1970年代初めにかけて9件もの殺人事件を起こし、これまでに12人を殺害しています。またナイフを使うことを好み、被害者を執拗に刺し殺し、中には150箇所以上も刺し傷があった遺体も発見されています。チャールズ含むファミリーは皆逮捕され、1972年にカリフォルニア州で開かれた裁判でチャールズは死刑判決を受けています。ですが死刑制度が一時的に廃止されたため、終身刑に減刑されることになります。後にカリフォル
ルニアで最高刑として死刑が復行したのですが、チャールズに適用されることはなく、2017年に病気を理由に獄死しています。チャールズは殺人について何も感じない、薬局に立ち寄るようなものだと発言しており、アメリカの有名な連続殺人鬼テッド・バンディに対し、あいつはクソったれなマザコン野郎だという言葉を残しています。残念だったなチャールズ。この私こそが真のマザコン、かつロリコンだ。バイキッドパンティ、マーシャル・アップル・ホワイト。殺人鬼でも死刑囚でもないのですが、世界最強のカルト宗教との呼び声も高いヘブンズゲートのリーダー、マーシャル・ホワイトをご紹介します。マーシャルはいつか訪れるアルマゲドンに備え、人類の魂を高次元へ導くためこの宗教を創設したそうです。そのためオカルトやスピリチュアル色が強く、 UFO を新たな次元へ魂を運んでくれる乗り物として信仰し、カリフォルニア州を拠点に1970年代に活動を開始しました。ですが活動期間中に幾度となく信者が脱退し、マーシャルは次第に焦り始めます。そして1997年に地球の近くを通過したヘールボップ彗星を UFO に見立て、マーシャルは信者38人と共に集団自殺を行いました。その際マーシャルは、この世を心底憎んでいるから私たちはやるのだと信者に向けて説得したそうです。この世を心底憎んでいるから私たちはやるのだ。これヤルミナティの今年のスローガン、アーサー・ショークロス。少年少女を殺害した罪でアーサーは一度逮捕されているのですが、刑期を終え出所するや否や再び殺人を犯し、13人もの女性を殺害します。彼はベトナム戦争に従軍しており、死体と接する時間が長かったため連続殺人鬼になったと言われています。また彼は死体を処理する際に内臓を抜き取るのですが、これについてアーサーは、こうすると早く腐る、ベトナムで学んだと述べています。アーサー自身も殺人をやめられないことに悩んでいたのですが、殺人には理由が必要なのかとも語っています。終身刑が言い渡されたアーサーは2008年に刑務所内で心不全を起こし死亡しています。ジェラルド・ユージン・スタノ。ジェラルドは生後6ヶ月で母親に捨てられたことが原因で、女性に対し強い憎悪を抱くようになりました。1973年からヒッチハイクをしていた女性やナンパした女性を車に乗せると、身勝手な理由で逆上し殺害を繰り返します。しかもジェラルドは一息に殺すのではなく、じわじわと苦痛を与え、相手が泣き叫ぶ姿を見ながら殺すことに快感を覚えていたそうです。1980年に逮捕されるまで42人もの女性を殺害していたため、裁判では死刑判決が下されました。彼は取り調べで殺人を犯した理由について、人が死んでいくプロセスに興味があったと答えています。また死刑が執行される日が近づくと、ジェラルドは遺体の発見に協力する代わりに死刑を延期してくれとあがきました。ですが当時のフロリダ州知事に、いや結構だ、我々の望みは一日でも早く被告が死刑になることだと拒絶され、1998年に電気椅子による死刑が執行されました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て途中の童貞の話が邪魔と思った方はすいませんでした。ということで、ロイホのオニオングラタンズープ好きは高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくです。終わり。はい、検証タイムです。はい、ということでですね、この間エロ本の販売がコンビニで禁止されるって話したと思うんですけど、まあそれの補足というかですね、まあその話をしたところ、まあ僕の動画のコメント欄でですね、まあいい意見をいただいたんですけど、まあコンビニからエロ本がなくなるのであれば、エロ本自販機を復活させればいいじゃないかっていうですね、名言いただいてですね、これには僕もかなり電撃が走ってですね、お素晴らしい意見だなと。まあこれでですね、まあ奇跡のなカムバックみたいな感じでエロ本自販機復活したら相当な胸展開だなと思ってですね。まあということでですね、まあ今回はですね、あの伝説の童貞、歴史に名を残す伝説の童貞が残したと言われる名言をご紹介したいと思います。はい、こちらです。この筆を下ろせばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、こき出せばその一こきが道となり、その一こきが帝となる、迷わず抜けよ、抜けばわかるさ、抜くぞ。バイバーイ。はい、ということで、賢者2なんですけどね、最近時間配分がうまくできないんですよ。なんか微妙に時間余っちゃってですね。なんで、まあ、何の話するかというとですね、まあ、僕結構下ネタばっか言ってるじゃないですか。まあ、これ何かっていうとですね、もう逃げなんですよ、完全に。なんか、なんていうんですかね、おふざけが思いつかなくて、た結果、まあ、消去法として下ネタを言ってるだけでですね、まあ、下ネタじゃない、なんかおふざけ思いつけばですね、まあ、それ行きたいなと、思ってるんですけど、まあ、全然思いつかないんですよね。まあ、才能がなくてですね。
ということで、下ネタに行っちゃうと。だから下ネタ言ってるときは、ああ、こいつ何も思いつかなかったなと思ってくれれば。下ネタと野獣先輩はもう、消去法ですね。残った結果の下ネタと野獣先輩みたいな感じなんでですね。うん。まあ、どうしようもないですよね。まあ、センスの問題ですね。センスのありなしの問題なんで、そこは。うん。はい。ということでした。さよなら、バイバイ。